どうも、ダークセイバーです。今回は陰地を楽しむ視聴者の反応集を紹介します。それでは、どうぞ。実はめちゃくちゃ美少女だよね、千代ちゃん。最近の千代ちゃんマジ美少女。うの頻度減らされたよね。かわいいかわいいみんなの妹。男を知った。うちの千代が一番かわいい。ずっとその髪型でいろ。母親似て美人。髪の毛サラッサラだよね。いつもやってないとは言い切れない。恋をすると美しくなるからな。性格ナーフされたからな、ナーブか。性格がナーフされたというか、無差別気味だったブーが叱るべき対象に向けられるようになったというか。そりゃあの中で生活してたら多少は丸くなるよ。それでもやべえのには反応してるし。多分この漫画で一番キャラデザが変わった子。付き合ってから明らかに女になってるのいいよね。最近は未成年飲酒に怒ったり、そりゃ怒るよねという対象にしかブー言わないよね。寛容になったと言え。顔立ちも多少変わってるけど、初期の髪型は委員長の記号って感じだったからね。あの髪型もそれはそれで魅力ではあったけれど、今の女の子的で可愛らしい髪型は恋太郎と出会って規律に縛られすぎない柔軟なおしゃれができるようになった心境の変化の表れとも言えるね。いやまあ今も昔も髪型は変わってないが、一番変わったのは多分目の描き方。キスしたあたりからだんだん瞳が丸くなっていった。つまり美容効果。恋太郎と親戚だけあってなんか似てる。そんなことより1期のラストに映ってなかったんだけど、3期の最初に人物紹介兼ねて登場すればいい。その場合いきなり存在ブースされる人がいるが、3期に期待しよう。中等部と高等部で校舎が違うから映せなかったとかあるんじゃないかな。アニメで出るとしたら最初から瞳丸い状態なんだろうか。ギリギリ2期に出なさそうで、おつらい4クールくらいやってくれないかな。100クールくらいやってくれないかな。彼女全員揃ったら1人につき1クールぐらいかけてデート回してほしい。来るか100クールアニメ時代。彼女がこんだけ増えた今でも最年少の末っ子だったが、ついに同級生が。そろそろかけるかメガネ。お釈迦は。恋太郎院紅葉会で千代ちゃんがイメプレ組に入ってたのいいよね。成長期だからだんだんメスになってる。いや母の日って。救済イラスト救世主。というかデフォでメガネなくていいだろ。そや何年も経ったら中学生の女の子は顔つきくらい変わるよ。まあまだ春のままなんだけどな。160話で26人あとおよそ4倍した話数で足りるか。でもよく見ると顔のパーツがところどころ恋太郎なんだよな。血縁だからか。眉毛が恋太郎だわこれ。他の彼女らなんだかんだ女子力高い人多いから影響は得るよな。死にとうない死にとうない。いとことつけようとしてくるおじさんは冷静に考えたらすごい嫌だ。お赤飯ええ。良い意味でツッコミその3に収まってよかったね。中1で彼氏いる子って結構おませさんだよな。しかも年上で血縁だぜ。地味に一番ギリギリだよな千代ちゃん。しかも年上で運血縁だぜ。ナディ先生との絡み好き。1クールに5人彼女が出ると仮定し、最速100人出そうとすると50クールか。完結まで13年。愛気づき家のご両親の様子が気になる。1月目を離した隙に息子さんがハエの王になってるんですけど、たまにメガネ外したことなかったっけ。おじさんがあれだから恋太郎の両親もヤバそう。委員の良さ知ってるの俺だけだろうなってクラスメイト多そう。射程2人が喧伝しとる。年上の彼氏いると知って脳破壊されてほしい。可愛いな何の漫画って思ったら100かのかよ。汚れやらない方の彼女だから安心だぞ。何ですか花園親子は汚れだって言うんですか。わーい結婚だー。汚れとは言うけど高校生にあんな彼女いたら普通お猿さんになるから、恋太郎はすごいよ。いやマジで可愛いな。初期千代があまりにイモかった。名前だけなら親父の方がヒロインなんだけどな。真面目ちゃんの名前が委員長のアナグラムなのはいいとして、なんでおじさんの名前がヒロインのアナグラムなんだよ。100巻の最新話まで読んだんだけど、この漫画少し変だね。俺の知ってる範囲だと25人と同時に付き合ってるラブコメ始めてみた。少しで済ませていいのか。作中でもネタにしてるけど、これ以上彼女が増えると作画の人死にそう。一人しか書かなくて良いのはボーナスステージとか言い出してるからな。でも単独回やるとどんどん100人揃う日が遠くなる。正直連載始まった時はせいぜい最大10人くらいでは回すんだろうなと思ってた。25人まで順調に増えてて狂ってるのか。他の漫画に出てきたら色物枠で扱われそうなヒロインが全員幸せになってるのが素晴らしい漫画。彼女たち含めて全部変だろ。
どうせすぐ投げるって誰もが思ってた原作と作画の頭が想像以上におかしかった。最近野沢先生の画力上がってる気がする。初期面は全く影薄くならないし、中期面も全く中だるみしないし、後期面も全く濃さが負けてないし、まだ73人増える余地があるという狂った集団。スレガのシーンは現実だと思ってたから、読み直した時に夢の中のことだったから逆に安心した。あと73人しか増えないんだよな。この漫画とイジヤバがなんか被る。お題を出してこの子ならこう行動するって大喜利を延々とするような回があって、なんかすごいねこの漫画。ヤンジャンの希少な正統派ラブコメだ。正統派ラブコメに謝れ。でも100かのは間違いなくラブコメ。ヤンジャンにあるかな正統派ラブコメ。終わっちゃったけど久保さんに決まってる。恋太郎の人は本当に恋太郎の声だ、これってハマりっぷりでよい。恋太郎の人こっから内定してる役みんなクール系で笑う。彼女が増えると同じネタが再利用できるの、数年で読者層変わると再放送できるデンジャラス G さんのようなライフハックを感じる。野沢先生はコメントもするし作業量も一目瞭然なのだが、アホの原作は弱みも見せず人形遊びしてるから原作の苦悩って部分の底が見えない。もう100人分の設定とプロットは出来上がってるらしいから、早めに夏休みの宿題終わらせた小学生みたいなもんだろう。最終回前特番を流し見してたら、なんか見覚えのあるアーマー出てきてちゃ吹いた。俺も恋太郎の彼女になりたいよ。正直連載始まった時は本気で100人出すつもりだとは全く思ってなかった。だってヤンジャンはラブコメになりそうだったものとか、ラブコメではない何かしかないじゃん。27人いて姉妹とか双子とかで水増ししないのがむしろおかしい。母娘と祖母孫娘と舞を名乗るものならいるけど。こんな極彩色みたいな漫画を光のラブコメに据えていいのかヤンジャン。最近は相対的に恋太郎濃度が足りない、もっとこう蓮太郎ちゃんのおしめを変えたりですね。そうだね、もっとこう蓮太郎ちゃんのおしめを変えたりですね。母のレス最新はすごく良かったですよ。もっとこう蓮太郎ちゃんのおしめを変えたりですね。お母様ステイ。アニメ動きまだ？異常に肌色多くて一般人に勧められない、以外はよくできたところばかりのアニメ化だった。まだ一期は探り探りの時期だったし、何より羽繰り返し佐藤さんのエンジンがあんまり温まってなかったからな。まあ100かの出しで全てが片付く。早くアニメでナディート108と玉を見せろ。原作者的には途中で打ち切り決まっても最終話で一気に100人達成させるだけだしな。作画の負担でかすぎない？アニメ化による仕事と単行本作業なくなって通常連載だけになったら楽に感じるようになったとかなんとか。100かのもフリーレンも原作者が漫画家だけど作画担当つけて成功しな。逆に普通オブ普通みたいな子は出てないね。そのうち出るのかな。姫ちゃんは鬼人じゃないから普通。広く浅くではなく普通にディープなことしてる。なんなら今実装されてる彼女全員初期面扱いになるぞ最終的に。未だに初期なのも怖いけど、そろそろ中期が見えてきたのも怖い。31人とキスした作品はあったな、それを超えるのか。もともと14また目指す漫画も載ってた雑誌だしな、あっちもアニメ化してほしかった。彼女の一人一人がラブコメ漫画一作作れるレベルでキャラデザも内面も作り込まれているのが狂ってる。読み始めた頃は絶対にツコとかで水増しするかと思ってたのに、今じゃそういうの絶対やらないって断言でくる。100人中で引っ越ししたりする子も出てきて、欠番になった分は補充する必要があるよな。千代ちゃんが美少女すぎる。初登場時と顔変わりすぎじゃね千代ちゃん。並べると大体恋太郎と同じ顔パーツしてるよ。ヒロおじさん何やってんだよ、がいい意味でも悪い意味でもかかってくる。なんだこの話。過去最悪のデートスポットだぞ。メイクやらなんやら教わったりでどんどん垢抜けてく千代ちゃん。耳味先輩と花園一家いたらその辺すごいスキルアップできるよね。千代ちゃんはやっぱお下げとくと可愛さが増す。なんてまともな彼女なんだ。まともな彼女1位の座をアーシー山根と競い合っているのだろう。千代ちゃん数ヶ月前までは小学生だったんだよな。なおかつ親族で大丈夫なの？倫理的にってなったんだよな。恋太郎の親族だからそや美少女やろ。千代ちゃん蓮太郎普通に顔はいいと1話から言われてるし。ナイトプールって岸花先輩の方かと思ったけど、先週先輩出てたからないか。初ビビーンの時のイラストはだいぶエモいよ。千代ちゃんキャラデザ自体はその頃から美少女ではあるんだけど、最後に水着になったのが本気温泉会のはずだから、約3より後の彼女は水着初披露？千代千代はお下げ下ろしたら本当に美少女すぎるからダメ。千代パパとママも大人の遊園地行ったのかな。
今回千代ちゃんがブーして遊園地ぶっ壊すのかと思ったらデート中一回もうならなかったの偉くない？あとまたなんかヤバいこと起きそうになってた。リークされてたアニメ化の発表かね。ホワイトデーに恋太郎仕様の狂った企画が来るんじゃないか？大丈夫？女性声優100人探せる？デレステだってまだそこまでいないか？シニオンはかなり必要なんだよな。髪の毛界の直後かな？メイさんが髪型変えてたのこのタイミングだし。ズキューンの時前がまつげ持ってないから本編前だと思う。キスの仕方に血筋を感じる。狂った施設から良い話を生み出す能力が高い。ヒロおじさん初登場時からそうだけど娘の押し売り方が生々しいのどうかと思うよな。エッシチュだけどさ、超大型巨人がいるファミリーだから鎧の巨人ぐらいいるか。大人の遊園地にはかりときたら大変なことになってそう。こんなお膳立てされてるなら多分止められん。ただでさえレンタロウもギリギリだったのにもう入り口で持たないだろ。え、ホワイトデイに表情違いの彼女の数分の恋太郎アイコンが？恋太郎の全身全霊だから何が来てもおかしくはない。恋太郎くんクソボケがあってなるかと思ってたけどあんな魅力的な彼女といたら内心ギリギリになるの仕方ないよな。百花のより先にアニメ化すべき漫画があるんじゃない？アニメは見てみたいけどせいちゃん本当にどうするんだいろいろと。ボイスドラマでは棒読み系演技でどうにかしてたのでそれ続行じゃないかな。せいちゃんというかボイスドラマ声優陣がだいぶ豪華なんだよ。羽香りと来てたら子供が3人くらいできそうな施設。母親亡くしてて親父はあれってかわいそう。百花のでは珍しい登場初期のキャラでだからかなり大きく変わったキャラ。さすがにあの髪型じゃ人気出ないと思ったんだろうなと感じる。髪型は変わってないだろ。学校時とプライベート時の2種類の髪型持ってるだけで一番変わったのは瞳の形。いや目は確かに変わったけど最初の髪型とかもずっとやらず下ろしたままじゃん。指摘された内容を理解しないまま反論するのはやめとけ。自分はバカですって言ってるようなもんだぞ。本当に読んでる？髪型変えるのは個別デート会くらいで屋上にみんなで集まってる字は普通にいつもの二つ結びだぞ。スレガしか見てないことバレちゃったな。やっぱり千代が一番可愛いな。絵文字の最後焼きそばじゃなくてパスタやんけ。イギリスの焼きそばなんだろ。存在ブーハ早くアニメで見たい3期があれば多分1話なんだよな。1話から太鼓の達人とかミイラとかありがとう死んだ豚やんのか。初見性に千代ちゃんと同じ視点でファミリーを紹介するには最適かもしれない。いつかのジャンプラの救済デートイラストで彼女超えて新妻の雰囲気出してた中学生。アニメ3期では目の形を最初は初期通りにするのか最初から今の描き方に変えるのか気になる。メガネはいる絶対いる。髪型はこの子に限らずちょくちょく変わってるよね。メガネの良さに気づいてくれる人いて嬉しい。マサナをそこまでと思っていた自分がメガネに目覚めたきっかけだからなおさら可愛いなと思ったら百花のかよ。で毎度服彼女が増えるたびに被害者が増える可能性あるのか。序盤は性格でちょっと賛否が分かれてたけどそれさえ舞ちゃんの加入会で成長したところを書くことでキャラに深みを出すことに利用する中村先生にはもはや恐怖を覚えてる。最初千代ちゃんあんま好きじゃなかったけど今は1番2番を争うくらい好き。この漫画で登場時の稲はあのままだと不幸になって死ぬの説得力につながるのが強い。ヘラヘラすんなブー。ボイスドラマの前は東音を竹達彩奈がやってたのにボイスドラマでヤンジャンアニメによく出る人に変わってたのはちょっと闇を感じた。せいちゃん役の人でテキスト読み上げアプリ作るか。千代父もあそこまで中なしでたどり着いたのはさすが恋太郎の血筋だな。ボイスあり女性キャラ100人超えてるソシャゲはあるけど金役でかなりかさ増ししてるから百花のも金役ありなら。ボイスあり女性キャラ100人超えてるソシャゲはあるけど金役でかなりかさ増ししてるから百花のも金役ありなら大塚明夫